俳優の大東俊介38が9日都内で行われた文化村プロダクション2024ディスカバーワールドシアターボリューム14 A ナンバー数 What if if only もしももしせめて初日前会見に登場した。本作は文化村が日本と海外のクリエイターの共同作業のもと優れた海外戯曲を強的な視点で上演する企画に取り組んできたディスカバーワールドシアター以下 DWT シリーズ。同シリーズの第14弾として A ナンバー2と What if if only もしももしせめての2作品を連続上演する。